チャしたいんじゃない？ガチャみたいな作ったらいいんじゃない？なんかそんな。確かに。今回ちょっと会議をして、どういうガチャを作っていけるかみたいな。大田さんの顔で作りましょうよこれ。これでもできたらいいね。いやー、なすけちゃん。いやいや、ゴージャスさん。いやいや、ゴージャス動画。はい。もうすぐ10周年だ。うわー、すごい。すごいね。なすけ、何年目の時来たんだっけ？多分7年、6年ぐらいはお世話になってますかね。あ、じゃあ、はい、7周年目、あと3年は10周年我慢していただいて。バスケやっぱし10周年。バスケ制度ある。そう、一緒にこう、一緒に行くから。行かないと、ナオスケは10周年経ってないと。まあまあ、ゴージャス、ゴージャス動画ですよね。はい、そう、言わさせてください。ありがとうございました、やっぱね。大きいことしたいよね。したいですね。何がありますかね。ガチャしたいんじゃない？ガチャみたいな作ったらいいんじゃない？なんかそんな。確かに。なんかそのガチャみたいな作るようなところのなんかお付き合いとかあったらいいけども、ないんじゃないかな。ちょっとわかんないけど、山田さんどうなるかしらこれ。実はですね、なんかゴージャスさんがそう言い出すんじゃないかと思いまして、今回、10周年に向けて、ガチャガチャを作ってくれる会社の方をお呼びしましたので、はい。今回ちょっと会議をして、どういうガチャを作っていけるかみたいな、そういう案出しをしていこうかなと思います。いいですね。そんなガチャを司る人、神が来てるってことですか？来てるんですよ。ガチャ神様だ。ガチャ神様。じゃあちょっとお呼びしましょうか。はい。はい、どうもです。株式会社スタンドストーンズの深堀と申します。深堀さん。はい。深堀神様。そんなそんな。お願いします。深堀神様。高めの位置に。わあ、すごい。深堀さん。はい。ガチャなんかいろいろいいんですか聞いて。そうですね。いろいろと今日何か面白いことができればなと、はい、考え。いろいろ考えられればなと思います。いや、そうですね。ちなみに御社は何ですか？ガチャに特化した会社さんということ。そうですね、カプセルトイのメーカーになりまして。カプセルトイ、カプセルの中身をいろいろと作っております。今ガチャガチャすごいぞ。ね、渋谷のセンター街の入り口のとこにもあったり、ね、大きなね、うちのスーパーショッピングセンターの中もガチャだらけ。そう、増えましたね。こんなにあって売り上げ出るんですよぐらいの感じなんですけど、大丈夫なんですかこれね。どう、大丈夫なんですかね。そうなんですか。ものによるし、確かに大ヒットすればね。そうね、回転率上げていったらね、そういうものが必要か。そうですね、買っちゃいますからね。うん、確かに。うちの子がガチャ大好きなの。わー、そういう年か。本当にもういろんな、もうなんかキャラクターもの、もうガチャして、うん、そしてあのショッピングセンターガチャして、はい、俺持ってるよって言ったら、いや私持ってるからいいっつって。あーすごい。で家に帰るとどこか忘れてきてる。いやガチャしただけで満足しちゃってみたいな。いやそういうとこなんですよ、ガチャガチャって。うん、あるある。そうなんですよ、魅力的なんだよ。今回ですね、ちなみになんかサンプルをちょっと持ってきていただいてるみたいなので、どんなのができるかとかね、そういうのもね知りたいので、ちょっと見せていただきたいですね。すごい。大きくないですか？すごいですよ。これ何これ、スルメの一夜干しみたいなやつ。すごい。そうなんです、その、長崎の、はい、天日干しの開発した人に許可をいただいて。へぇー、守る。守る。いや、すごい。楽しい。イカの姿見えないけど。これにしよう、これゴージャスにして、これゴージャス。なんでなんかぐるぐる回る。ゴージャスの一夜干し。一夜干し。これはでも組み立てる感じですかね。そうですね、あのプラモデルみたいな形で。これはカプセルの中に収まる。収まります。確かに。すごい。すごい。これだけでもう、あ、これの、あ、紐のバージョン。紐のバージョン。うわ、素敵。回りますね。飛んできました。あ、飛んできました。ぐらい。ねえ。もうこれ、すごい、もう心惹かれてる。もうこれ、確かに。これの、あれはあるからね、型はね。そうですね。ゴージャスだけみたいなね。鋭いです。もう一番ね、なんか。あ、これあれだ。
いつもあの、お花出すやつ。はいはい、お祝い事で出すやつ。なんだっけ、コチョーラン。コチョーラン、コチョーラン、すーごい。いや、もう、これ出されただけでいいんじゃないこれ。確かに。もういろいろ真相回転。その祝ってところにこう、ゴージャスさんとかをこう、刺してみたりとか。あ、あ、いいですね。これはいい、コチョーラン。コチョーラン高いんですよね。あ、うんうん、全然こんぐらいでいいんですよ。これをね、カメラでアップして、いやいや、うちらの10周年イベントの時もこれだけこう、ああ、なるほど。ああ、こう、来てますね。来てますね。自分で送ったやつ。そっか、これとかはなんだこれ。それはちょっと、あの、映画館のポスターの、こう、ライトアップされてるものとかをこう、ちょっとイメージして、普段はそこに、あの、デザインとかが貼り付けられてるんですけど。これでつきますよ、ってことね。光るんだ。これをいいですね、はい、並べると映画館、うん、はいはいはい、こうエントランスを再現できます、ね、商品すごい心くすぐられますね。やっぱね、もう本気、大人の本気出したガチャガチャにもう時代は来ているね、うん、ねえ、うん、大人もやりますからガチャ。キャラクター、あら、かわいい。なんですか、手のねえ、独特なキャラクターだ。オリジナル、これはアーティストの、アーティストさんが、はい、グレープブレインさんというアーティストの方のフィギュアからこうギミックものまでいろいろと造形もできるってこと。そうなんです。すごー、確かに。正直僕はね、あのね、はい、ガチャガチャ世代としては、うん、はい、金消し、うん、ガンダム、 SD ガンダム、造形をイメージした、うん、ただ造形って難しいんでしょって思って。ねえ、確かに。したら、いや、こっちも造形ですよ、これもう。ねえ。今回ちょっとそれがマスクコレクションっていう商品で、はい、いろいろなフィギュアとかにかぶせられる。なるほど。ちょっとだって、かぶりしろがありますよ、ここだって。そうね。ちょっとしてなんか別のフィギュアとかにもね、かぶらせちゃってみたいな。これをゴージャスさんの顔とか、ね、やったら面白いかなと思いまして。いやいや、最高ですよ。確かに。タイガーマスクだよ。あ、ほんとだ。うーわ。あ、ゴージャスさんの顔で作りましょうよ、これ。これでも、できたらいいね。結構人気で、それ、1から3段目まで出ていて、あとは、アニメのキャラクターであったりとかも作らさせていただいて、はい、しております。これゴージャスさんだ。金消しとかって、はい、職人が山にこもって、はい、1年かけて作るって聞いた。本当ですか？これもそんな感じですかね。仏像じゃないですか？多分こもってはないです。思ってはない。いや、本当にそんぐらい、うん、心魂込めて金魚作ってる時だから、造形師の方が心込めて作ってくださる、うん、そういうことですよね。うわ、これはでも俺できるとは思ってなかった。これは結構再現度高いですよ、うん、質感とかも違うし、それぞれねえ、うん、うわ、これちょっといいですね、ゴージャスさんの顔。普通にね、うん、買いたいかも、うん、あ、これも、あ、あれ、あ、これ水入ってる状態ですか？そうですね。地球儀っぽいぞ。半々で間になんか入れるから。そう、写真を入れ替えられるので。写真入れたりね。完全にこの地球儀入れとけばいい話ですもんね。そうなんですよ。地球儀入れて。確かに。それここって言ってて。ですね。そう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 。いや、球体じゃねえじゃないかっつってね。いや、これぐらいで。そうそう。何を望んでるんだ、君はとかね。そうだよ。あと、宇宙生物とかもね。まあ、そうね。うん。オケちゃんの権利は、うん、オケちゃんの奥さんが作ったから、あれは権利難しいで、ね、むずっ宇宙生物むずっ。これだ、大きく直しで考えると、はい、バッカルコーンぐらいはいけるかもしれない。あ、ありかちゃん。バッカルコーンはまだね、うん、2D だから。あ、うん、ペラペラだからね、幅がない。ペラペラって。うん。かな。作りましょう。それこそもうね、ね、あなたのこれ社長ですよ、キュンちゃんに言って。確かに。ね。ヨキジャス？うん、ヨキジャス。ヨキジャスも多分、やってくれるし、それこそやっぱ売りたいっていう気持ちがあったとも、えなこちゃんをちょっとね、可愛く造形してみたいね。うん、それいけたらどんどんいけてね、青助もいけるし、心ちゃんもいけるね、そんなね。ピーピーガチャ！ピーピーガチャ、俺、そうだ。ピーピーガチャ。数的にあっちの方が多くなっちゃうね。なんか種類が多い場合だと、うん、アクリルで、なんかいろいろと、
今までの動画の名言であったりとか、そういうの名言とかね、はい、素敵、うん、ちょっとホワイトボードあるんで せっかくだったら書いていきましょう、うん、あ、そうですね、ね、あら、書くの、はい、初期なんで、あ、初期で初期できました。ボジャさんがなんか作りたいやつとかも、もうこれはどうですかみたいなのあれば。いや、私はやっぱりその造形物の、はい、はいはいはい、まあ、でもね、なんつうのかな、ね、SD SD スーパーディフォルメスーパーディフォルメ、ね、もうだからもうめんどくさいな、こんないろいろ装飾品が多いからそこを加味して、まあ、地球儀も持ってもう埋め込まれてる状態とかで、うん、なんかいけたらなみたいなね、お、うん、じゃあゴージャスさんごとマスコットっぽい感じにするとか、そうそうそう、お、二等身みたいな、二等身で、そうね、その方が多分ね、まあでも可愛いですよね、うん、確かに顔はね、可愛くしたいね。ああ。僕たちはね、そのね、もう、ここを見てるおじさんとかに、どうですかっていうよりも、ここプラス、若い Z 世代。ああ。Z 世代にね、行かないとダメなんだよ、やっぱり。まあまあまあ、確かに。ね。今はね。僕的にやっぱそこら辺で、うん、やっぱその、そのガチャガチャ出ましたよっていうのを、大体俺の知り合いの有名な人に、はい、声優さんとかでもね、配って、これが出ましたってツイートしてくださいってめちゃくちゃそれ、ね、ありがたいですね、そういうのでやっていくしかない、やっぱりね、うん、そうですね。ナスケさんなんかないですか？でも被り物いいですけどね。被り物いいね。ねえ、なんかいろんなね、それこそ SD もそうですし、なんかいろんなフィギュアとか。そう。だから結局これをさ、この被り物、ゴージャスの被り物ができたとして、うん、それをまたね、他のフィギュアに被せて、自分でできなかったゴージャスのフィギュアが完成するわけですよ。ああ、なるほど。なりきりゴージャス。うん、マスクみたいなね、うんうんうん、なりきりゴージャスマスク、フィギュアなりきりマスクみたいなね、うんうんうん、とかでね、うん、はい、というのもできるし、あとはもう名言、あとはあれはどうですか、なんかいろいろ集めたら、うん、全部コンプリートしたら、うん、ゴージャス動画のセットができる。これはでも本当にガチャだから、はい、一回だって被りも出てくるって考えたら、あーそっかー、みんなもう無慈悲無慈悲、あーそっかー、現実にそれはいらないってことですね、それはね、現実の、でもあのゴージャス動画の、うん、あの背景あるじゃないですか、うん、宇宙、うん、あれをそのね、直輔さん今言ってくれたみたいな感じで、なんか何個か、まあ、5種類ぐらい集めたらそれができるとかは、ファンの方嬉しそうですね。確かに。それで遊ばせるんですよ、ゴージャス動画のセットで。さっきのマスクかぶったゴージャスさん置いとくとかでも。あー、それなんですよ、大きさは？大きさは、大きさはちょっとまあ相談かもしれないですけど、うん、1個ずつのパーツはまあその今置いてあるぐらいのサイズで組み合わせたら、まあそこそこの大きさになりそうですよね。ね、そうかそうか、確かに、うん、なんかセット作っちゃうみたいな、確かに直輔さんのアイデアはないですか、ゴージャス動画させセット、あとはその声が出る、うん、押すと声が出るやつ、ボイスが出てる、うん、おお、ガチャで俺結構思ってたんだけど、やっぱ声が出るって、そういうのもできます？ちょっとそれは調べてみないと分からないですけど、ゴージャスさんのボイス出るやつあったら最高ですね。おー、そのゴージャス動画内で出た、うん、名言、名言 ありますよね、うん、ね、例えば何ですか名言、ストレートアイロンとかね最近の、しりとりで出たね、しりとりでね、しりとり、喋ってたっけ、ストレートアイロンって間違えたってやつ、ね、いろいろね、うん、毒は効かないとかね、え、ゴージャスさんよく言う、毒は効かない、毒は効かない、そういうのとかね、うんうん、やっぱそういうの入れつつかな、なるほど、なんか地球儀グッズみたいなのも欲しいね、やっぱね。地球儀、うんうん。被り物地球儀っていうのもいいよね、でもね。あ、うん、あ、なるほど。被り物、なんでも地球儀被せられるよね。でもそれ、ゴージャスさん見なくないですか？いや、俺って言ったら地球儀だから。俺のそのマスクをも、うんうん、置いて、地球儀の被り物を置いただけで、これなんかちょっと。うん、達成感もあるわけよ。ああ、なるほど、達成感がある、うん、うん、そういうのもあったり、はい、あとはなんだろうな、ちょっとなんかかっこいい
アンジェリーナ、アンジェリーナここにいつも取り付いてるんですけどね。出た。鳥のディフォルメのキャラとか。うん。もう、そういうなんかね、もう、ゴージャス知らなくても鳥のファンが買うみたいなやつとかね。うん、なるほど。なるほど。カラーバリエーションアンジェリーナみたいな感じで、ね、うん。虹の鳥みたいなね、うん。うん。そういうのもやったら、もうゴージャスファンじゃない鳥ファンが買うから。うん、確かに。鳥かぶせたい人もいるかもしれない。そうそうそう鳥ね、うん。うん。鳥。ね。うんうん。ゴージャスさん結構なんかコスプレじゃないですけど、うん、たまになんかなりきりで、昔ヒョウみたいなのいたじゃないですか。オーバークックの時とか。ヒョウ、支えるヒョウ。ああいう感じの、なんかいろんな衣装になるやつ、結構、この10周年やったら何個か多分キャラいるんで、はいはいはい、意外とそういう七変化じゃないですけど、ゴージャスさん七変化みたいな、あ面白いかもしれない。ああ、青パクックのあれね。あんな余り物で作ったやつでしょ。でもゴージャスさんなんだね。余り物で作ったやつとかね、そういうか、そういうやつか。ああ、うん。なんか剣持って出てきてるやつとかもあるかし、うん、確かに。結構いろんなゴージャスさんの種類とか。そう、ね。で、ゴージャス、ファミリーとかで考えてほしい。うん、うん。お侍ちゃんのキャラ。はい。お侍ちゃんのキャラも入れとこ。なぜなら、海外の人が、サムライって、お侍ちゃん知らないと思う。サムライクールって買うかもしれないから。なるほど、うん。で、出てきたらゴージャスさん。出てきたら俺だよ。It's crazy! みたいな。そういう、なんかね、そういう。ああ、いいですね。ちょっとね、広げていって、うん、でも、ゴージャス動画の関係してますよ、みたいな感じのやつの方がいいのかな。うん。アクリルっぽいのが良さそうですね、それだと。アクリル、でも、そのまま、キャラクターじゃなくて。うん。アクリルの方が簡単そう、作るの。ああ。で、そうなると、お侍ちゃんがもう年取ってるからね、はい、イラストで済ましたいな、やっぱり。ああ、そういうことの写真じゃなくて。ジバさんのイラストとかのアクリルで。その方が労力。最悪、お侍ちゃんに、これ拙者じゃないってことが変わってくるだけに、あ、違うよって。違う違う、ただの侍だよっつって。で、あっちにロイヤリティ払わなくてもいいよね。そんなところまで考えてる。かな。そうね。うん、お侍じゃん。うん。いらないだね。いらないのか。うん。はい。とかかな。とはなんだろうな。あとなんかジュエリーみたいな。わあ。ああ、女の子大好き。ジュエリーみたいな。あ、海賊だから宝みたいな。ああ、いいですね。金のやつね。ジュエ。失礼じゃんみたいなのを言われる前に急に。4月ぐらいからジュエリー急につけ出したなっていう。急に直すけどもジュエリーつけ出して。出してなんかのプロモーションみたいな。みたいなね。うん。お宝がこんなとこにありましたよみたいな、ね。ジュエリーは女の子大好きですからね。しかもガチャガチャで、年頃の前のね、うん、4歳、5歳、6歳のね。はいはいはい、うん。綺麗な。宝石のペンダントだっつってね。あ、うん、たまにお菓子についてくるジュエリーみたいなやつをね。顔もうちの子。うん。うん。そこら辺のジュエリーは、ね、海賊感を出した感じの。なんか。うん。うん、あとなんか、うん、やっぱミニチュアとかこういうね。うん。なんかちょっと組み立ててできたりすると。あ、もういいよね。でもね。楽しいですよね、うん。なんかあるかな。組み立てて、うん、うん。布物とかも。作れたりします。布、はい、布トートバッグとか、サコッシュとか、アイマスクとかも。どのぐらいの大きさの話してます？ポーチあるわ、ポーチ。結構もうパタパタと畳んで、カプセルに入るぐらいのサイズにして。すごーい。あ、A4 サイズぐらいの、サイズぐらいは。そうだ、なんか俺もこれぐらいのなんか、ポーチみたいな袋ガチャガチャで出したわ。うん。うん、ああ、いいかも。ポーチかわいい。ポーチ、サコシ。あ、ポーチ欲しい。ポーチ。ポーチ欲しい。だからもうそこら辺の、小物入れ的なね。うん、うんうん。ただ、外出するときにちょっと携帯入れようかしらぐらいのそんなあれだね。確かに。うん。ああ、それもいい。いい。それもいいな、なんかやっぱリアルっていうのもすごい、うん、なんだろう、心くすぐられるんで、はいはい、ゴージャさんが実際に使ってる、うん、スーツケースを模したポーチ。うんしたら俺そのスーツケースのやつゴージャスだつこあいさっつあったでしょ。そうかそうか。ダメだよそしたら。追いかけないでしょうか。うん、そうね、うん。あ、それもいいね。あ、すごい面白い。ポーチかわいい。なんか。うん。なんか
メダル？メダルみたいな。メダル。メダル。なんだろうな。なんだろう。あの、かぶりで出ても、なんか飾っておけるような。あの、メダルというか、あれにしようか、じゃあ。カジノの、あの、かける。お、チップ。チップみたいなのの、やつとか。このイラスト入ってたりとかしてね。はいはい。うん。いっぱい持ってたらいっぱい持ってるだけなんかすごい、あ、こんな持ってんだよ、みたいなね。うん。かぶっても平気みたいな。それのいろんな人バージョンみたいな。うん。とかもいいんじゃない？なんか薄いかも。いや、でもさ、それを金メッキのやつとかにしたりとかして、キラキラにして、うん、こう、指にこう挟んでこうやって、また中に見ないみたいな感じ。指輪とかできるんですか？指輪できます。もう、指輪とかもジュエリーのやつに入れちゃうんですね。やっぱそれはくすぶられる。なんでメダルはダメなんだ。メダル。なんか、メダルいいじゃん。別にいらないな。メダルいらない。あとは、飾りたくなるやつとかさ。飾りたくなるやつ、あとは、あとはなんか、ちょっと、ピー入れてももらっていいんですけども、コップの縁のゴージャスみたいな。縁になんかしたいですね。コップの縁になんか。コップの縁にレボリューションしたい。とかあのカップ麺とかの押さえるやつみたいな。ね、確かに。うん、縁ゴージャス。これは縁でレボリューションね。どうですか、商標的に。商標権的に大丈夫ですかね、あれは。また調べないとぐらいの。多分、やらない方がいいですね。ちょっと危ない。神が言ってるから。結果的に、縁に引っかかりますよぐらいの方がいいじゃない。まあ、そうですね。あれ、言ってみたら引っかかりましたぐらい。引っかかりましたぐらい。ね、そうそうそう。そうね。ねえ。スマホリングとかいけるんですか、ちょっと調べないとあれですけど、いけると思います。スマホリング。いいですね。くっつけてやるやつとか、あとなんだろうね。確かに。私、カチャカチャで飾ってるのが、サウナしてる動物たちを飾ってるんですよ、可愛くて。サウナしてるゴージャスさ。一緒だよ、その。引っかかるのか。縁でゴージャス。あ、一緒か。なんだろうね。ね、なんか。シャクレゴージャスもいけるよ。シャクレタイム。シャクレはダメか。そうね。あとはそういうなんか。どのぐらいいけるの？布系。確かに布系。布系で。ハンカチだとちっちゃいもんね、もう。ハンカチ。ああ、確かに。香水とかどうなんですか？あ！そうだ！ちょっとその切り口は考えたことなかったんで。香水はでも、結構ゴージャスな。気がしちゃうよ。めちゃくちゃいい香りするんですよ。収録で、まあ、いる皆さんは分かってると思うんですけど、視聴者は多分知らないと思うんですけど、多分、ゴージャスさんの香りって結構独特なんで。さっつって撮って。まあ、イメージの多分匂い、香りとか。それ、なんかそれ、マシューコの霧みたいなのと一緒だよ。蓋開けたら、これ噛むか。いや、でもちゃんと液体にして、気化しちゃうからね、香水は。なんか、過去にそういう匂い付きの商品を、こう、倉庫にたくさん置いてたら、匂いがすごいことになって、大変だったっていう話は聞きました。ああ、そっか。匂いは匂い。やれたら面白いですけどね。そうね。イメージ。そう、匂い好きだし、ゴージャスさん。匂い好き。超好き。超好き。文房具どうですか、文房具。文房具っていけないんじゃないだけど。私、ペンとかだとはみ出しちゃうか。ちょっとでもおしゃれだとしたら、マネークリップとかね。うわ、おしゃれ。おしゃれ。使うかな。いや、マネークリップはもう常に。難しいな。あら、ちょっとこれは映せない。これは映せないんですけど、見るだけ。デスクでこう使えるような。はい。わあ。トグロ兄弟の。兄弟だ。気になるな。ああ、
上乗っけちゃって、肩乗っかっちゃうから、いやー、ちょっと再現できてるかもしれないけど。すごい。すごい。なんか、なおつさん、なんか、ちょっと絵で表してもらっていいですか、ホワイトボードで。どんな感じになってるのかっていう。絵で、はい。多分視聴者は伝わってないので。どんな感じに。手をこうかけられてて、トグロ、トグロ兄がね。で、トグロ兄から書いたの兄から。で、弟は、あ、すごい。なんか、こう腕をこうやって。セットでいるんですね。トグロ兄は違うね。ゼロやん。ゼロの人にこれ。でもスマホスタンドになってる、ちっちゃいけど。すごい。ちょっとこれ見てよ、これ。結局ほら、俺もと思った通り。見て。あー、いや、見たい。見たい。気になる。すごい。結局ね、ちょっと書いてもらっていいですか、これ。この一夜干しセットの、くるくるの上が回るということを想定して、ストリートファイターのチュンリーちゃんが、こう、足です、これ足。で、こう繋がってるから、で、ここが回る装置があるから、くるくる回ると。スピニングバードキックが出るわけですよ。うわ、竜巻戦武器あるに決まってんだよ。あー、してる竜巻戦武器ですよ。やっぱこのシステムくるくる回るのは必要。うわー、楽しい。確かにテンション上がる。ね、これは紙でいけますんで、地球みたいな感じのね、うん、地球に回るっつってね、くるくる回るこれ足、ね、いや、この発想は素晴らしいねー。トグロの実際見るとやっぱ面白いな。これトグロのなんですか、これなんだろう。あ、でもでっけえ。鉛筆。鉛筆。鉛筆。あ、鉛筆立ててことか。刺して。こうやって。ここに。うーわ。うわー。こちらですか、これ。それ、名刺を。名刺、はい、挟むんだ、ここに。名刺スタンド。名刺。あへぇー。あー。好きだな。面白い。机に飾りたくなっちゃいますね、やっぱね。これなんですか、これは。それは輪ゴム。うわぁ輪ゴムかけてください。輪ゴムかけてください。楽しい。すごい。すごい。やっぱ実物見るとすごい。さっきの映画のね、映画のやつの。うわぁ、かっこいい。ある。かっこいい。すごい。飾りたい。東宝シネマにこうあったもん、これ。すごい。これも見ると結構豪華に。ね。前あの T シャツで出したね、あのデザインそのまま使ってもいいんだよね。いや、そうなんですよね。ホワイトムービーズね。ねえ。いっぱいありますからね、ゴジャスさんのイラスト。あれ、チャンクロードバンダムだ。チャンクロードバンダム。以前作らさせていただいて。クロちゃん。うちのマネージャーの親友。クロちゃん、ほら。あ、ステッカーは。ステッカーじゃないの？欲しい、これ。いらない。えクロちゃんのだからね。クロちゃんのだから。あー。ここだと光るってことだね。え？いや、クロちゃんはね、でもね、いや、いいかもしんない。あ、こっちもほら。クロちゃんバッジ。あ、へえ、バッジかー。うわー。すごいなぁ。癖強いですね、これはね。魔除けになるね、これね。こういうのもできるね。バッチやっぱいいね、バッチ。うわぁ、確かに。バッチは2個セットってことですか？そうですね。あのサイズちょっと。それは結構前に作らせていただいたので、最近はバッチ作ってないんですけど。あー、そうなんだ。弊社のために写真を撮ってくださって。おぉ、はい。すごい。作品のためにやってください。すごい。いや、バッチ。俺、いいかも、バッチ。バッチ！うん。やっぱり。バッチ。やっぱり、この、これも、このシステム、やっぱり。回るシステムで。気に入ってますね、うん。確かに、見たことないですよね。こんなすごい回転する。すっごい。動くっていいですね、なんか。いいね。回転ゴージャス。回転ゴージャス。地球儀が回るんじゃなくて、自分が回ってるんですよね。いやいや、そっち回るかーいって。それ地球儀じゃないかーいっていう、そのツッコミが欲しいね。あー、なるほど。いや、このシステムやっぱそうなるよね、やっぱね。うん、確かに。かなー、というのかなー、言ってしまうとこんな。ねいや、でもやっぱその、普通に造形の SD ゴージャスの筒、いいなーって思っちゃったね。まあ、確かに。うん。
そうね。いいですね。いや、これはでも、どのぐらいの期間かけてこれ作るんですか？大体6ヶ月ぐらい。6ヶ月？半年だ。6ヶ月以上かかるんで、そうありますけど。間に合う？ 6 月3日が。まあ、ゴージャス動画の10周年は6月3日なんですけど、はい、まあ、10周年イヤーに出せればいいかなっていう。確かに。はい、パーフェクト10周年イヤーバーンどうぞじゃなくて ね、 そうですね、楽しめる、この1年をかけて楽しみになってよってことでね。そうですよ、はいはい、いや、それだったら全然いいかもしれない、うん、ねえ、うん、楽しみですね。ちょっと特に気に入ったのはどれですか？あ、やっぱ SD ゴージャスか。 SD ゴージャス、そうで、うん、やっぱなりきりゴージャスのマスクもね、あ、はい、一回ちょっと作ってほしいな、うん、見たいですよね、うん、ここら辺はちょっと欲しい、うん、あとは回転ゴージャス、回転ゴージャスバッチかな、うん、あ、バッチ、バッチはやっぱね、うん、やっぱなんか気兼ねなく、はい、カバンとかにつけられるみたいな、うん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 、感じの、確かにやつかな、うん、地球儀にもなりますしね。地球儀バッチだったら丸だから、丸だからそのまま一緒に地球儀と、うんうん、こう並べてね、そう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 、あー、いいですね、うん、あ、そういいです、そこら辺もいいなー、でもなー悩むなー、その悩みますね、幅が広い、で限界のその、うん、ギリギリでやっていかないといけないとね、ギリギリ、うん、割れちゃったらそのね、もうまあ赤字になっていくだけだから、あー、うん、なるほど、そう、もうこれもうギリギリのギリでしょ、こんな本当にトントン、売れてもトントンじゃない、やっぱそんな、こんなにリアルだとやっぱそう思っちゃうよね、うん、感じの、はい、予算とご相談で、でもこれでも大丈夫ですかね、ね、はい、うん、ちょっと一度社内で検討させていただいて、そうですね、また改めてご提案をさせていただければと思います、はい、全然御社に行きますので、私も、ね、行きます、めちゃくちゃそんなありがたいです、行きたい、はい、ね、行きたいですね、うん、これと同じようにしてください結局、うん、いや、夢広がりますね、広がりましたね、ガチャガチャはちょっとね、可能性がすごいありますね、今なんかしら、うん、なんだろう、本当に我々のことを知ってる人が買っても嬉しい、知らなくてもでも手出したら、ああ、いい商品だったみたいなのが僕の中の理想でございますね、うん、ガチャガチャってね、うん、ちょっとそこもね、ちょっと皆さんこれも出してほしい、コメントでちょっと書いていただいて、ぜひ、これだったら全然、うん、私全然いっちゃいますよみたいなね、はい、書いていただけて光栄でございます、お願いします、神様ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっとまたお話ちょっと、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでございまして、本日はここまででございます。うん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。あとは、ゴージャスの、家の鍵を、うん、造形して作っていただいて。はい。本当に入れるやつ。本当に、見つけたら入れる。うわー、すごいそれ。おぉ、やばい見つけたら、ね、本当に、うん、やったやった、こう、なんかみんなネックレスしてここに飾っててほしい。あ、かぎっこだ、かぎっこ。リアルかぎっこだ。かぎっこ。あー、面白い、ね、うん、家を探してください。いいんだ。どうも、ゴージャスです。さあ、なんと、ゴージャス動画10周年、10周年記念のアソートコレクションのカプセル商品の提案書と試作品のものが来たので、ちょっと見ていこうと思います。まずは、海賊帽でございますね。まだ色がちょっと塗ってないんですけどね。ゴージャスが10周年アニバーサリーって書いて、ペットボトルに蓋になるよってこと？でしょ？これとこれか。これはすごい。これはすごいぞ、これ。これがガッチャンコして、ちょっとね、ガッチャってやって、あ、入った。これですね。で、これこういうこと？怖いな。本当はギッていけるんですけどね。ちゃんと後ろも切り込み入ってるんで、広げられるんでね。ちょっと今日怖くてちょっと入れないです。こんな感じの。生首じゃん、これ。さらし首の。
生首じゃん、これ。皆さん持ってるフィギュアとかにね、かぶせて、いつでもキス顔ゴージャスを。できますんでね。私もクロちゃんのフィギュア持ってますね。これ、かぶせて。僕のフィギュアになりますからね。はい。はい。こっちはノーマル。ノーマル顔怖くない？あ、帽子も取れる？いや、取れちゃダメなのか、これ。ちょっとすいません。こういうことがあるんで。ちょっと怖いですね。これが。あとはね、色塗っていただけるんでね。はい。綺麗になると思いますけども。こうですね。はい。これノーマルですね。羽。これが羽がここに入っています。ああ、でもいいじゃない。羽ついたらやっぱり。それなりにね。ちゃんと。いや、目バッキバキなんだけど、これ。大丈夫かよ、これ。ちょっと。造形師の方が作っていただくかな。はい。こんな感じのちょっとギミックとはまた別でいくと思いますね。はい、そんな感じの例えば中間地点でございますね。はい、ということで完成品をお楽しみにしてください。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここメンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さ、レボリューション。バイバーイ。